主砲加藤はじめ氏、元プロ野球巨人投手。2016年12月11日。死因直腸がん。引用時事 .com。加藤はじめ氏死去、元プロ野球巨人投手。加藤はじめ氏、加藤はじめ元プロ野球巨人投手、11日午後2時32分。直腸がんのため、静岡県の病院で死去。66歳。静岡県出身。葬儀はすでに執り行われた。喪主は妻和江、和江さん。静岡吉原正孝から大昭和製紙などを経て、1972年ドラフト外で西鉄に入団。1年目に17勝16敗を挙げて新人王となった。76年長嶋茂雄監督が指揮を執る巨人に移籍し、15勝をマークして優勝の原動力となった。通算141勝113敗22セーブ、防御率 3.5